平野紫耀の弟、平野利休がバラエティ番組に登場し、視聴者の度肝を抜いた。彼らは兄弟とは思えないほどの外見の違いに驚き、全然似ていない、と声を上げた。これはまさに衝撃の一言だった。ソンラムテレビ、がエンターテインメント界の最新ニュースをお届けします。以前から平野利休の存在は知られていたが、彼がテレビ画面に現れたことで、その存在感が一気に拡大した。視聴者たちは彼の姿を目にするや否や、驚きと興奮の声を上げた。これまで兄である平野紫耀との間に見られる類似性を期待していた人々は、その期待を裏切られたようだった。ネット上では、兄弟間で類似性が見られないことについて様々な議論が巻き起こった。一部のファンは、遺伝子の力を信じており、兄弟間には何らかの共通点があるはずだと主張した。一方で、他の人々は、個々の遺伝子の組み合わせがそれぞれ異なるため、兄弟間での外見の違いは当然だと指摘した。平野利休のバラエティ番組出演は、彼が兄の平野紫耀とは異なる個性を持ち、独自の道を歩んでいることを示す素晴らしい機会となった。彼の兄とは異なる外見や魅力を持ちながらも、彼自身の才能と魅力でファンの心を掴んでいるのだろう。平野紫耀と平野利休、兄弟それぞれが持つ個性の多様性が、5月21日に放送されたバラエティ番組、踊る、さんま御殿、日本テレビ系で輝きを放った。この番組は、彼らが異なるルックスと個性を持ちながらも、視聴者を驚かせ、番組に独自の魅力をもたらした瞬間だった。平野紫耀の華やかなイメージとは対照的に、平野利休は独自の魅力を放ち、視聴者たちを驚かせた。彼は番組内で、平野紫耀の弟として紹介され、独自のトークで視聴者を魅了した。視聴者たちは、彼らの異なる外見や個性を通じて、平野兄弟が持つ多様性を新たな視点で捉えた。それは、血のつながりとは別の絆を垣間見せ、視聴者に感動を与えた。この出演を通じて、視聴者は平野兄弟の新たな一面を発見し、彼らの個性にさらなる興味を抱いた。アーティストであり、アパレルブランドのオーナーとしても活躍する利休が、兄の紫輝とは異なる独自の道を歩んでいることが、視聴者に伝わった。彼らの異なる魅力が交錯する瞬間は、視聴者の心をつかみ、番組をより一層魅力的なものにしたのである。番組 MC である明石家さんまからの質問に対し、利休は所属する芸能事務所について明かさず、出身地の名古屋です。今日も名古屋から来ましたと率直に答えた。この素直な答えによって、彼の地元へや自己主張の強さが視聴者に伝わった。また、番組では彼が小学生の頃に母親が持参したお弁当に衝撃を受けたエピソードが語られ、当時の紫輝とのやりとりも明かされた。これらのエピソードは、視聴者に彼の人間味あふれる一面を垣間見させ、彼のファン層をさらに広げるきっかけとなった。番組内では、利休が自身が立ち上げたブランドのアイテムを着用して登場し、視聴者の注目を集めた。彼の個性的なファッションセンスと、自らのブランドに対する熱い思いが、番組内で話題となった。この瞬間は、彼がアーティストとしてだけでなく、ファッション業界でもその存在感を示すことを証明したものだった。紫輝がキング&プリンスとして活動している時から、利休の存在はファンの間で注目を集めていた。しかし、その注目は必ずしも好意的なものではなかったようだ。彼が兄の影に隠れることなく、自らの個性を打ち出し、独自の道を歩んでいることに対する賛否両論があったのかもしれない。しかし、彼の才能や魅力が番組を通じてより多くの人々に認識されるにつれて、その批判的な視線も次第に変わっていくことだろう。意外なことに、平野利休の名前が広く知られるきっかけは、踊る、さんま御殿だった。2018年9月、兄である紫輝が番組に出演した際、彼は、僕の弟が、利休っていう名前なんですけど、ちょっと漢字わからないですねとコメントし、視聴者を笑わせた。これが利休の名前が一般的に知られるようになった始まりである。さらに、2021年頃からは、
リキューが立ち上げたアパレルブランド、RKSRICKY、リクスリッキーを着用する紫テルの写真が、公式ブログに頻繁にアップされるようになった。これにより、ファンの間で、ステマではないか、との指摘が相次いだ。名前は出さないで欲しかったという声も上がり、複雑な感情が渦巻いた。実際、紫テルが着用しているのを見て、RKSRICKY の洋服を購入したファンもいた。この状況から、ファンの間では議論が巻き起こり、複雑な感情が渦巻いていた。彼らの関係性がどのようにファンの間で受け止められるか、そしてリキューのブランドがどのような展開を見せるか、これからの展開がますます注目されることだろう。2022年、キング&プリンスがアイチャイ版をリリースした際、リキューは自身のタイクトークアカウントに同曲のダンス動画を投稿した。これにより、兄弟の交流を喜ぶファンもいたが、一方で批判的な声も上がった。キング&プリンスや紫輝くんの人気に便乗するのはやめてほしい。平野紫耀の弟として商売してる感じがして嫌だ。いくら兄弟の仲が良かったとしても、こういうやり方はあまりいい気がしないといったコメントが寄せられた。このような反応からもわかるように、リキューの活動はファンの間で賛否両論を巻き起こしていた。彼の行動が兄の人気に便乗しているとの指摘もあり、複雑な状況が続いていた。こうした背景があるため、リキューが大々的に平野紫耀の弟としてメディアに登場することに嫌悪感を示すファンもいた。ネット上には、お兄ちゃんのおかげでテレビ出られてよかったね。紫輝くんに迷惑だから。名前は出さないで欲しかったといった厳しい意見も見受けられる。このような複雑な感情がリキューの活動に影響を与えていることは否めないだろう。一方、初めてリクを見た視聴者からは兄弟なのに全然似てないとの声も。弟もかっこいいですが兄の肩が目立ちます。平野紫耀の弟と呼ばない方がいいと SNS 上では、大丈夫だよ、比べずにはいられないなどストレートなコメントが投稿された。平野紫耀のかっこよさを再確認しました。このように、リクが初めて視聴者の目に触れた際には、兄弟の類似性についての意見が分かれた。一部の視聴者は彼の魅力を称賛する一方で、兄である平野紫耀との比較を避けるべきだとの声もあった。SNS 上では、彼自身の魅力を独立して評価すべきだとの意見も見られたが、やはり兄弟の関係性は避けられず、兄の人気と比較されることは避けられないようだ。リクが今後どのような活動をするのかは不明だが、平野紫耀の弟という肩書きは必ずしも良い影響を与えるとは限らないかもしれない。彼自身の個性や才能をしっかりとアピールしていくことが、将来的な成功につながるだろう。平野リキューの存在は以前から知られていましたが、彼がテレビ画面に現れた瞬間、その存在感が一気に拡大しました。視聴者たちは彼の姿を目にするやいなや、驚きと興奮の声を上げました。これまで兄である平野紫耀との間に見られる類似性を期待していた人々は、その期待を裏切られたようでした。ネット上では、兄弟間で類似性が見られないことについて様々な議論が巻き起こりました。一部のファンは、遺伝子の力を信じており、兄弟間には何らかの共通点があるはずだと主張しました。一方で、他の人々は、個々の遺伝子の組み合わせがそれぞれ異なるため、兄弟間での外見の違いは当然だと指摘しました。しかし、平野リキューのバラエティ番組出演は、彼が兄の平野紫耀とは異なる個性を持ち、独自の道を歩んでいることを示す素晴らしい機会となりました。彼の兄とは異なる外見や魅力を持ちながらも、彼自身の才能と魅力でファンの心を掴んでいるのです。その姿はまさに一筋縄ではいかない魅力に満ちています。平野紫耀と平野リキュー、兄弟それぞれが持つ多様な個性が、5月21日に放送されたバラエティ番組、踊る、さんま御殿、日本テレビ系で輝きを放ちました。この番組は、彼らが異なるルックスと個性を持ちながらも、視聴者を驚かせ、番組に独自の魅力をもたらした瞬間でした。平野紫耀の華やかなイメージとは対照的に、平野リキューは独自の魅力を放ち、視聴者たちを驚かせました。
番組内で平野紫耀の弟として紹介され、独自のトークで視聴者を魅了した彼は、兄とは全く異なる魅力を発揮しました。視聴者たちは彼らの異なる外見や個性を通じて、平野兄弟が持つ多様性を新たな視点で捉え、血のつながりとは別の絆を垣間見ました。この瞬間は視聴者に感動を与えると同時に、番組に新たな息吹をもたらしました。この出演を通じて、視聴者は平野兄弟の新たな一面を発見し、彼らの個性にさらなる興味を抱きました。アーティストでありアパレルブランドのオーナーとしても活躍する理由が、兄の紫輝とは異なる独自の道を歩んでいることが視聴者に伝わりました。彼らの異なる魅力が交錯する瞬間は、視聴者の心をつかみ、番組をより一層魅力的なものにしたのです。番組 MC である明石家さんまからの質問に対し、利休は所属する芸能事務所について明かさず、出身地の名古屋です、今日も名古屋から来ましたと率直に答えました。この素直な答えによって、彼の地元へや自己主張の強さが視聴者に伝わりました。また番組では、彼が小学生の頃に母親が持参したお弁当に衝撃を受けたエピソードが語られ、当時の紫輝とのやりとりも明かされました。これらのエピソードは視聴者に彼の人間味あふれる一面を垣間見させ、彼のファン層をさらに広げるきっかけとなりました。番組内では利休が自身が立ち上げたブランドのアイテムを着用して登場し、視聴者の注目を集めました。彼の個性的なファッションセンスと自らのブランドに対する熱い思いが番組内で話題となりました。この瞬間は、彼がアーティストとしてだけでなく、ファッション業界でもその存在感を示すことを証明したものでした。紫輝がキング&プリンスとして活動している時から、利休の存在はファンの間で注目を集めていました。しかし、その注目は必ずしも好意的なものではなかったようです。彼が兄の影に隠れることなく、自らの個性を打ち出し、独自の道を歩んでいることに対する賛否両論があったのかもしれません。しかし、彼の才能や魅力が番組を通じてより多くの人々に認識されるにつれて、その批判的な視線も次第に変わっていくことでしょう。意外なことに、平野利休の名前が広く知られるきっかけは、踊る、さんま御殿だったのです。2018年9月、兄である紫輝が番組に出演した際、彼は、僕の弟が、陸っていう名前なんですけど、ちょっと漢字わからないですねとコメントし、視聴者を笑わせました。これが利休の名前が一般的に知られるようになった始まりでした。さらに、2021年頃からは、利休が立ち上げたアパレルブランド、RKSRICKY、リクスリッキーを着用する紫輝の写真が、公式ブログに頻繁にアップされるようになりました。これにより、ファンの間で、ステマではないか、との指摘が相次ぎました。名前は出さないで欲しかったという声も上がり、複雑な感情が渦巻いたのです。実際、紫輝が着用しているのを見て、RKSRICKY の洋服を購入したファンもいました。この状況から、ファンの間では議論が巻き起こり、複雑な感情が渦巻いていました。彼らの関係性がどのようにファンの間で受け止められるか、そして利休のブランドがどのような展開を見せるか、これからの展開がますます注目されることでしょう。2022年、キング&プリンスがアイチャイ版をリリースした際、利休は自身のタイクトークアカウントに同曲のダンス動画を投稿しました。これにより、兄弟の交流を喜ぶファンもいましたが、一方で批判的な声も上がりました。キング&プリンスや紫輝くんの人気に便乗するのはやめてほしい。平野紫耀の弟として商売してる感じがして嫌だ。いくら兄弟の仲が良かったとしても、こういうやり方はあまりいい気がしないといったコメントが寄せられたのです。このような反応からもわかるように、利休の活動はファンの間で賛否両論を巻き起こしていました。彼の行動が兄の人気に便乗しているとの指摘もあり、複雑な状況が続いていました。こうした背景があるため、利休が大々的に、平野紫耀の弟としてメディアに登場することに、嫌悪感を示すファンもいました。ネット上には、
お兄ちゃんのおかげでテレビ出られてよかったね。紫輝くんに迷惑だから、名前は出さないで欲しかったといった、厳しい意見も見受けられました。このような複雑な感情が、利休の活動に影響を与えていることは否めないでしょう。一方、初めて利休を見た視聴者からは、兄弟なのに全然似てない、との声もありました。弟もかっこいいですが、兄の肩が目立ちます。平野紫耀の弟と呼ばない方がいいと SNS 上では、大丈夫だよ、比べずにはいられないなど、ストレートなコメントが投稿されました。平野紫耀のかっこよさを再確認しました。そのため、陸が最初に視聴者に紹介された時、二人の兄弟の類似点について意見が分かれました。視聴者の中にはその魅力を称賛する声もあったが、兄である平野紫耀との比較は避けるべきだという意見もありました。ソーシャルメディア上では、彼自身の魅力を評価すべきだと考える人もいるが、血のつながった兄弟の関係から、弟の人気と比較されるのは避けられないようです。陸が今後どのような活動をするのかは不明ですが、平野紫耀の弟という肩書きはあまり良い影響を与えないかもしれません。彼の個性と才能を適切に強調することが、将来の成功につながる可能性があります。動画を最後までご覧いただきありがとうございます。最新ニュースを更新するには、チャンネル登録とコメントを残してください。